解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、やはり注目は両チームの1番バッターですよね。そうですね、やっぱり2人の出塁がこの試合の鍵を握っていると僕は思いますけどね。1番バッターが出塁できるんでしょうか。まずはホークスの先発又吉がヤフオクドームのマウンドに上がります。さあ、ドラゴンズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。赤星さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。まあそうですよね、そういう意味でも 1,2 番バッターには注目していきたいと思ってますね。はい、その 1,2 番がどう活躍していくのか見ていきましょう。初球ストライクを取りました。ストレート外れました。ナイスボール。インローのストレート、力のあるボールです。ワンボールツーストライクです。これが4球目。見逃して三振になります。ワンアウトです。バッターは2番に入っているビシエド。又吉、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。先発ピッチャー又吉、そしてキャッチャーは甲斐。このバッテリーをドラゴンズ打線がどう攻略していくか。変化球、これは空振りです。ノーボールツーストライクです。見逃して三振です。3番バッター強打、ツーアウトランナーありません。バントしました。取りました。一塁アウト、スリーアウトです。この回ドラゴンズ3人で攻撃を終えています。